みんなを助けたいからやったのに、どうしてみんなそうやってすぐに僕を疑うんですか。ねえ、この前ラプンツェルぐらい髪が長くなったから美容院に行ったっていうねツイートをしたと思うんですけど、まあ、その髪もね短くなったんですけど、最初にさ美容院にさ行こうと思って、はい、されたはい、しろタスク妨害ですね、これはさすがにタスク妨害。いやいや、おかしいいや、おかしいでしょ、おかしい。あのさ、停電直後に押すのはちょっと違うと思ってて、停電前だったらわかります。今日の聞いてほしくて、いや、まあ、したいないんで、まあ、聞いてもらえる一回聞いてもらえる、ごめんね、話遮るんだったら投票するからね。怖い。あのね、停電をやるってことは、あのキルをしたいから停電さすんだよ、基本的には。特に初手は。そうですね。ってことは、あの全然自分の視界にないところでキルが起こってる可能性ってまあ大いにあるんだよ。確かに。で、もしキルが起こってない場合でも、何人かはエレクトリカルに集まるから。エレクトリカルに集まった人たちはそのお互いを視認できるし、エレクトリカルのタスクを安全な状態で行えるのね。で、今エレクトリカルに来てた人は誰一人タスクできなかった。やろうかなって思ってたら、いいアベレージくらいや、もうアベレージさんはショット落ちてないっすよ、もうちなみにあれですか、ボタンの前で連打してました。はい、ボタンの前で連打してたんですね。はい、いや、停電の方がアベレージさんの連打より早かったっていうことですかね。いや違います、あのボタンを連打する余裕があるんだなと思って、僕だったらカフェテリア怖いから、ボタンを押すって発想にあんまなんないなと思って。確かに怖くないってことは、殺される心配がない。殺される心配がないということは、だってみんなを助けたいからやったのに、どうしてみんなそうやってすぐに僕を疑うんですか。みんなの命が、これワンチャンありますね。もうじゃあもうあれです、僕初手ボタンはもう禁止って入れ墨、やっぱりアベレちゃんね、2票入ってる、怖っ。2票が入れてます。2票投票間違いない。できない独裁者。緑青で、美容院になんか行きたいなっていう年頃だったんです、僕は。中学生で。いつも行ってる散髪屋のね、おっさんの散髪屋じゃなくて、美容院に行きたいなと思って、頑張って、なんか、ぽい美容院に行ったんですよ、踏切前の。そう。でも、到着するけども緊張でさ、緊張するじゃん。未だにちょっと美容院とかって緊張するんですよ、電話するときとか。その店の前でちょっと入るか入らないかめっちゃ悩んで、1時間ぐらい悩んで、もじもじして悩んでたんですよ。で、意を決して電話するかも悩んだんですよ、あの看板に書いてある。悩んで意を決して入ったんですよ。いらっしゃいませっつって、で、もうたら、あ、予約されてますかって言われて、あ、してないですって言って、あ、うち完全予約制なんですいませんって言われて散りました。それ以来僕は病院恐怖症です。なるほど。はい、発見です。ロアとエレクトリカルの間の通路の縦のところの真ん中ら辺で麻衣子さんの死体がありました。あ、通りました。そこエレクトリカルの縦の通路ですね。はい、あー、オッケー。先端が違うのは目撃できてます。どこで目撃してるから違うっていう。あ、停電になった瞬間、はい、目時計から出てきたからです。あ、なるほど。あ、すいません、わかんないよ。もう一回お願いしていいですか。
期待値はロアエンジンとエレクトリカルの間の通路の縦の部分の真ん中です。あ、間の通路の縦ね。はい、はい、なるほど。行きに、そこを通ったんですけど、うん、その時は足りなかったです。なので、ね、リアクターの後ですね、うん、まあクールタイム的にも、うん、そうですね。リアクター終わって僕も通って、で停電僕直しました。アベリージですね。じゃあリアクター通った後、あとです。あとにアッパーエンジンで先端さんと僕とマイコさんが3人でいたんで、うん、リアクター後に。うんうんうん。はい。だからリアクター後は間違いないです。リアクターで、先端 O2 に入ってるのを見てて、アドミンに、ゲンさん、エレジーさんの順番でカフェテリア方向から入ってるのを見てます。はい、はい、その通りです。じゃあもうそれは。逆に言うと、僕視点ゲンさん、はい、物理的に距離的に無理です。うんうんうん、実はゲン、今、下位置からめちゃめちゃ近い位置にいて、はい、ストレージの左の通路を抜けてエレクトリカルに入ろうとしたタイミングで、うん、ハタスカさんが発見ってなってるんですけど、はいはいはい、ハタスカって左側右側どちらから来られて発見されました？左ですね。セキュリティから来てます。ロアから来られて発見か。なるほど、はい、セキュリティロアから発見です。なんでも、リアクターはい、はいはい、あ、僕ですか？あ、セキュリティの十字路から下に行ったのを見てるんで。あ、そうそうそう。やっぱり最初の僕無理ですよね。ボタンもあるし。いやいや、違う違う、僕無理です。だって僕が停電最初について直してるんですよ。なんで僕自身だと後から入ってきた人なんですよ、逆に言えば。畑迫さんより先に下降りた人っているの？藤宮先降りてます。じゃあどっちからなんじゃない？僕、そのエレクトリカル組より先に抜けてるので、一応押します。後でしましょう、みんなで。はい、おーい、はい、アスクあんまやらずに。俺に任すぎー。はい、僕が抜けた時の話をすると、はい、リアクター直した後は、ローは抜けてストレージ右下のタスクをやって、停電になったので、そのままエレクトリカル向かった時に、確かアベレージさんとハタサコさん、慎太郎さんかな、うんね、うん、そう、慎太郎だったと思うよ。俺、エレクトリカルが最終位置だから。慎太郎さんはどっちから来たんですか？あ、僕もね、そう、左から。ちなみに俺は真横さん結構寸前に見てて、ロアエンジンの端っこのタスクやってるのは見てる。はい。で、そっからエレクトリカルに入って停電が起こって、アベレージさんが直してるの見たって感じだから、僕もまあまあ容疑者位置かなと思ってます、自分で。ってことは、慎太郎さん目線、アベレージさん無理ってことですよね。アベレージさんの方が先にいたんだっけ？え、今そう言いませんでした？いや、なんか停電中のあれだったから、あんまり俺よく情報覚えてなくて。まあでも、直したって他に対抗する人がいないんだったら僕でいいんじゃないですかね、そこは。あ、じゃあ僕目線無理か。アベレージさんが先に入って直してるから、うん、あ、でも俺ね、一回俺そのエレクトリカルに入ろうとして中誰もいなかったから戻ってる時間があるんですよ、僕一回。だから停電中に、あ、停電前に。え、でも停電後にアベレージさんがやってるって今言って、うんうん、だから、はい、で生きてる真由子さん見てたんですよね。それって生死、まあ、時系列的には真由子さん見て、でエレクトリカル助けやろうと思って入ったけど誰もいなかったから怖くて引き返して、でちょっとストレージに向かおうかなってところでエレクトリ、停電が起こってまた戻ったって感じだから、あんま自信がないんですよね。なるほど、うん、すごいな。ゲンさん、アベレージの藤宮さん、慎太郎さんが全員ストレージを経由してニアミスして誰も誰も見てないって感じ。そう、ね、僕右からあるん確かに確かに。あ、限度でも慎太郎さんが出会わないのはなんとなく納得はいきます。というのは停電後なんで、うん、その本当にブザーが鳴る直前、うん、でも4人と右から行ったってことになってるよ。慎太郎さんは左じゃないですか。ゲンさんだけじゃないですか、多分ストレージ。藤宮はドミン、ストレージ、そうですね、ストレージ左通路で終わりなんで、はい、ストレージエレクトリカルで最終です。そう、藤宮さんと会わないのはちょっと不思議だなとは思いましたがね。おぉ、うん、かな、これ。もう一回ぐらい。さすがあんま詰めれなそうな気もするけど、ちょっとね、もうだ無理かな、うん、まあ、任せるけどな。まあ、誰が怪しいかぐらいはいいんじゃないかな。してくれるか。
はい、ありがとうございます。時間を挟んで押しました。ちょっと僕話せてなかったんで言うと、停電時の動きを改めて言うと、停電時アドミンにいて、ゲンさんと一緒に、アドミンから向かっていきました。で、途中でオラフさんが見えて、ゲンさん、僕、オラフさんの流れで、なんだっけ、ストレージでから左エレクトリカルに向かって途中でレポートって感じなので、ゲンさんの発言に嘘がないということは証明できます。ただ無理ってことですね、ゲンさんは 100%。 ゲンさんはもう100無理です。あの直前にまで生きてたって話だったなら無理。ゲンの後ろにだからエレジーさんとかオラフさんがおられたってことですかね。そうですね、はい、セルフはないと思いますね、はい。であと、はい、スナパイさんはどこでしたっけ。俺はエレクメドベが最終位置だよ。あ、メドベ、はい、うん。なんでほぼほぼ青緑3人か、藤宮慎太郎アベレージ3人。そうですね、うん。あ、アベレージセルフ、まあ畑子さんセルフ、うん。あ、まあそう、あ、そっか、畑子さん目線誰が知ってます。アベレージさんあるんですよ、まあ、話的にアベレージさんがちょっと外れるのかなと思ってて、藤宮さんと慎太郎さんのどっちかに1はいくかなと思って。いや、そうですよね、今おかしくない、慎太郎さんアベレージさんまた入れたよね。入れたね。話があんまりね、そこは記憶の齟齬があったから、うん。いやでも記憶の相互にしてもアベレージさんが直してるのは間違いない、うん、それは見てるんですよ。直してるのは見てるけど、俺がだから一回ストレージの側に向かってる瞬間に入ってる場合があるから完全には外せないんですよね。そう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 、完全にはまあまあ、まあ、あの慎太郎さんの動きをもう一回整理すると、左側から降りてってロアで一仕事した後エレクトリカル入ったら誰もおらんかったから出て一回ストレージまで行ってるけど停電が起こっちゃったもんだからまた引き返して戻ってきた。そうそう、でその時にアベレージさんを見たって感じなんで、うん、ああそっかそっか、だから、だったらアベレージさん右側から来てないんだよね、絶対左から入ってんだよ。そうそうそう、うん、右側にはいなかったね。だからだから順番的には慎太郎さん、アベレージさん、藤宮さん、畑底さんの順ってこと。左から来た人が、畑底さんに聞きたいのは、右から来た人がレポート光る位置だったしたいって。光らないと思います。オッケー、わからんわからんね、こりゃいいキルですね。なんなら旗底の可能性まで残っちゃったそれはまあしゃない。いやー、分からんね、多分持って焦る情報もないね。あ、死ぬかも。あ、死ぬかも。あー、いやーだよねー、やっちゃった。我慢すればよかった。はい、死体発見です。エレクトリカルの、右奥のタスクの前でゲンさんの死体です、直前アドミンを見ていて、エレクトリカルに確認していて、うんうん、でエレクトリカルにタスクがあったんで僕も混ざりに行こうと思っていったところ、ゲンさんの死体しか発見できなかったので弁当の可能性があるのかなと思ってます。先端心理学ガチで当たるからね。今メトベイに入ったんですけど、はい、皆さんがメトベイから、ジュミアがメトベイのスキャンやってて、でも直前までアドミン見てたな、その弁当の有無って分からないんですよ。そのエレクトリカルっていう情報を見て向かったんですよね。そうです、そうです。それならメットベイに着くかどうかも分からないですか。そこまで見てないです、うん、多分畑底さんが一応情報だけね、うん、弁当で行ったら藤宮さんが出てきた可能性があって、はい、ね、絶対じゃないよ、うんうん、他の可能性はないですか。その弁当じゃないとするならば、あのあのみんなの位置洗ってくるんじゃないですか、はい、LG 最終アドミンです。最終位置、僕最終位置ストレージですね。ストレージ、慎太郎はアドミンからカフェテリアに入る通路。もうゲンさんの最初の聞きも、僕はメドベーからカフェテリア入った。僕もボタンの周りらへんです。アベレージさんってストレージのどの辺でした。ストレージとコミュのなんか間ぐらいですかね。
ああ、はいはい。じゃあ、合わないか。ちなみに、センターもエレクトリカル来てたのよ、停電中。はい。うん、だから絶対そこから遠くには行ってなくて、俺その後ロアエレクトリカルセキュリティアッパーメッドベイって全部回って死体はないし、センターもついてきてない後ろが。畑迫さんってその左奥とかも見ました？ワンチャンエレクトリカルに2死体あるのかなっていう線も。左奥までしっかり見えてないですけど、真ん中のところまで行ったんで、はい、多分見えてはいない、はい、あれ死体がどこら辺でしたっけ、うん、右奥です。あ、右奥、はい、あ、左奥までは見てないよね、当然。うん、そうです、ね。ああ、そこ。くそー。多分ないとは思います。先端心理学学者。オラフ君とエレジさんはないんでしたっけ、今回は。あの、エレジアドミンです。動機としては、不自然っていう。あ、一緒にいましたね。オラフ君がミュートだから分かんねえんだよな。説得するのに時間かかるし。水曜さんだけど。じゃあ、もう一回やってですよね。スナパイさん。入っとるし。解除されんし。赤井さん。お疲れ様です。悔しいな、これ、うん、イベントのやつ見たから死んだんですよ、私。じゃあ、ネタバレなしでお願いします。はーい。はーい。いやー、弁当から。そう。したのか目撃して、誰だろうって確認しに行こうと思ってたら死にましたね。なんすかこれ。なんすかあれ。なんか全然なかった。そう。ずっと左端と右端がなんか交互にパタパタなってて。多分俺とエレジさんが勝ち合ってるね。ああ。じゃあ、いいじゃないですかそこは。あ、じゃあオラフさんお願いします。いい、まあ、そこはいいと思います。エレクトリカル、アドミン行く前にエレクトリカル行って、その時にセンターさんもいたかな。あ、いましたいましたいました。シロもいました。ゲンさんもいなかったでしたっけ。エレジさんと行っ、はい、ました。もう行って、スナパイさんもいませんでした。何？停電だとスナパイさんもいませんでしたっけ？いたよいたいた。ですよね。でその後アドミ行って、僕は黒を、あ、エレジさんを置いていく形でアドミ入ったんで。はい。あ、じゃあまあエレジさんが殺してもう一人。え、単純に最後さんとかその辺がやったんじゃないかっていう感じに見えなくもない。え、単純に最後 LG 先端スナッパイが残ってて、で、はい、まあ、僕が最後から2番目に抜けたんですけど、確かスナッパイさんが先に抜けたかな、抜けたんですけど、普通にそこからアドミに入って僕は見ようと少しだって感じなので、全然その話は、あ、でも、いけないんだよな。エジミヤさん、ごめん、どういうルートだったか全部教えてくんない、はい、メトベイに入る前まで全部。入る前は、リアクター所定オラフ君と一緒に直して、アッパーのタスクやって、メットベイのスキャンやって、カフェでした。え、ちょっと待って、そのターンリアクター鳴ってなくない？え、所定鳴ったと思うんですけど。オラフ君と直さなかったっけ？え、リアクターですか？はい。所定鳴ったと思うんですけど。停電じゃないですか？ちょっと停電だったよ。ずれんかいにすると間違えちゃったんじゃないですか？はい。うん、いや、あれちょっと藤宮さん揃うぜ。いや、もう黒くなる。いや、それは単純な、僕の、記憶違いなので。まあ、言い間違いもあるから、あれですけど。ただ、でも、藤宮さんって初手のね、ただ、それ、畑迫さんのセルフもあるので、エレクトリカルにしたいという線も全然残ってるので、ここでちょっと決め打ちするのは6人場面になっちゃうので、僕は怖いです。あー、つっちゃうの。いや、僕釣るなら、畑迫さんまでちょっと、ローラーしてくれないと、ちょっと、めちゃくちゃ危ないです。僕がローラー位置にあるんだ。はい、割れなしでお願いします。はい、ジミヤさんはスピーカーミュートしてますね。まあでも、ある種、これは…あ、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でーす。割れなしでお願いします。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、さんがね、アベリさんかばってるローラーするかどうか、どうローラーするのか、そもそも畑迫さんが疑われるんだってことか、なんででしたっけ、僕がローラー位置になるんですか、ただ発見してるだけではあると思うんですけど、はい、 その時の話もう一回洗いたいんだけど、あ、じゃないやわ、今の2キルの話した方が絶対いいわ、はい、要はセンターもゲンさんも近くにいたんだよ、間違いなく、うんうん、エレクトリカルには2人とも足を踏み入れてるから、例えば LG さん視点で俺が犯行不可能なのって証明できるじゃない、うん、
いや、リザード帰ってくるは全然あるし、その後メッドベイに行けるとかいうのあるので、僕がいるときは無理だけど、あの絶対しろとは言えないです。藤宮さんと入れ違ってるっていう話を藤宮さんは認めてたよ。藤宮さんと入れ違ってる。そのメッドベイの入り口だね。ああ、うん、あの上から来るとか。テントではないと。ああ、なるほど。失礼。スナッパイさんあれですよね、エレクトリカルストレージカフェメッドベイっていう風に言って藤宮さんとすれ違ったってことですよね。あれ、もう帰って、もう帰って。スナッパイさんはエレクトリカルから2番目に出てストレージカフェテリアメッドベイに行ったって。違う違う、エレクトリカル出た後ロアエンジン、エリアクター、左回りか、アーエンジン、メッドベイです。あで、藤宮さんがメッドベイ行ったんでしたっけ。だから弁当を疑ったってことだよね。弁当が出てきたから、弁当使ってなら藤宮さんは思いっきり候補だよっていう話を出した。うんうんうん、で、ごめんね、他の人で、最終、はい、まあ、例えばエレクトリックに最終残ってたのが LG さんで、あのその後アドミに行ったのは分かった。他の人はどうだったんだっけ。僕は初手右側とかのタスクやってて、片迫さんと何回かすれ違った気がして、そこからアドミに行って、最終位置がカフェテリアの前の通路。だからエレクトリックには一回も近寄ってないです。お互いそれは証明できそう。そうですね。片迫さんはセルフがあるからわかんない。僕に言ったら、今回のケース、今回のケース。まあ、今回もセルフがあるからってことじゃないですか。うん。あ、そっか、今回の片迫さん発見なのか。デフォーめっちゃ白いのになんか。片迫さん目線、僕がどうかわからない。フォーカスに関してめちゃくちゃ黒いなんか。慎太郎さんとウェポンあたりで同じになった記憶はあるんで、左でキルするのは難しいと思います。阿部さんとオラフ君はどこにいたんだっけ。僕はアドミンで。首都コミの間です。うん、この進行は藤宮さんを黒を決め打ちですね。進行ですね。プラの皆さんはじゃないと今さっきの場面で2浪残ってたら絶対どうなったかそうですね。持ち帰りになる感じなので、うん、初畑佐子さんも疑わないっていう。ありがとうございます。はい、いや一応もう一人釣った方が安全かなと思っちゃって。ってなったら僕、うん、なんかアベリーさんの最終位置ストレージ、ストレージ右下って言ってなかったっけ最初。いや、ストレージコンビ。あ、コミュニカの間ぐらいですよね。そのルートってどういった感じですか。アドミン、あ、上から来ましたね。アドミンの方取って、で、アドミン入ろうとしたんですけど、なんか入り口の方とかに2、3人くらいかな、結構いたんで、まあ、多分下位とかないだろうなと思って、そのまま下行って、で、ストレージの下の方のタスクやってから、ストコミューの間、上に行ったところら辺で、ブザーが鳴りました。うん。ただ、最終位置はどこってこと？ストレージってこと？ごめんなさい、なんか位置があんまり覚えてないんですけど、まあ、多分ストレージとそのコミュニケーションの廊下、大体ぐらいって感じですかね。LG さんとアベレージさんに質問があって、はい、お二人は藤宮さんってそのターン見た？いやー記憶にないな、ごめんなさい。もしかしたら停電直すときにわちゃわちゃしてるときいたかもしれないですけど、ちょっと明確な記憶はないです。 OK。 だから藤宮さんの侵入経路って右でも左でもないんだよね。うん、そうですね。僕と LG さんの意見を総合すると。なるほど、そうですね。でもう一人そこに来たって考えるのって難しくないかなと。弁当ってことですかね。分かんない。でもとりあえず慎太郎さんと畑底さんが、センターのキルに関わるのはアベレージさんと LG さんの通ったルートを考えると不可能なので、うん、この二人はもう外していいと思ってる、ね。ああちゃー、うん、だからアベレージさんか LG さんかなっていうところまでは来てるので。ああびっくりした。うん、エレクトリカルに自体あるってことはないんですかね。の付近にあると思う。あと、エレクトリカル停電直った後に、ボックスと先端さんで、ゲンさん最後見なかったので、エレクトリカルでだったらもう殺して即切る畑迫さん以外は多分ないと思ってます。でも畑迫さんってゲンさん見つけたんだよね。そうです、ゲンさんですよね。うん、あれですね。わかんないな。うん。2票？おいや最初の先端心理学を思い出してくれみんな。なんで？当たってんのよ。出た。疑ってるっぽい。タスクでいいんでしょうか。出た。タスクはまだ残ってるぞ。まあボタンはキルを。キルクール回復の意味もあるので、そんなに変じゃないと思う。確かに。
めっちゃいるな。うん、もうさすがにジンポスター追放されてますね。でしょうね。どうでしょうかね。先端殺殺害が結構絞れてるのか。あの情報量でそこまで整理してる、ここから全然死体じゃ分かんないはずなの。中井さんの先端さんの死体地が近いっていう発言が結構キーポイントかな。A さんでしたからね、僕の最新目撃は。うんうんうん、ちょっと待って、だから死んだ、あ、先端さんも死んでるやんと思って。あ、これ負けた。あ、お、あ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 、こ、あ、はいはい、O2 の、エマージェンシー直すとこで、アベレージさんがスナッパイさんを噛んでました。O2 の直すところで、LG さんがスナッパイさんを殺してました。で、直したのはアベレージです。はい、僕が直したのは LG です。藤宮、はい、さんでもつれたってことですよね、一郎は。確実うん、でいいと思います。ってことだから、まあ、考えるの本当本当本当大丈夫じゃないですか。あ、でも状況的にはそうなるね。あ、オラフさんと慎太郎さんが広げだから、いや、通級でも終わるんで。うん、2人残ってたら、あ、確かに確かに確かに、あれ初日のキルの時にですから、ね、あのアベレージさんが容疑者に入るかもって言ってたのは慎太郎さんですけど、まあ僕ですね。そうですね、慎太郎さん、オラフさん、慎太郎さんは割と白目に見えてるのは確かなので、え、まあどっちかでしょう、これアベレージさんか、まあ目の前で噛んでたんで、まあもう、もう速攻でアベレージさんに、3人スナパイさんと3人で直せるのを見て、うんうん、僕は流れたんで、もう黒オレンジのどっちかなんで、うん、まあ僕はどっちかっていうとアベレージさんのはね、村っぽく見えちゃったんだよ今回の行動。あら、いや、あの一応ちょっと一応弁明というか言っとくと、最後のゲンさんとセンターさんのキルの時はちょっと近くにいてグレー目に見えたけど、それ以外の時は俺エマージェンシー基本的に最優先できて、コミュニケーションも序盤の方にいたし、いや、ローアンエンジンのキルに関しては多分藤宮さんがやった、そう、藤宮さんがやってる可能性があるから、エマージェンシーの話は出さないのがいいんだよね。エマージェンシー基本的に最優先で行ってて、で他のあのセンターさんとかの時以外は基本的に白目に見えたってことは一応組んでほしいなっていうふうに思います。今回僕ロアーエンジンにアベレージさんと閉じ込められて殺されなかったんですよ。いや、それは多分そこでやったら、そう、22のペアに一緒になってたんで、そこでやったら多分つられるからっていう時だと思います。オラフさんと僕は2人で行った時なんですけど、その時22だったんで、そこでやったらバレるからっていう考えだと思って、あとあの初日の時もアベリーさん一応グレー位置にいたので、そこも一応考えてほしいかなっていう。いや、初日に関しては投票合わせるからオラフ君どっちで、マジっすか。あ、僕はもう一応アベリーさんに入れておきますね、うん、お互いにそこ入れちゃって、じゃらないのダメっすか、スキップ。いや、あ、いや、もうつろつろつろ一度押してるんだったら、じゃあアベリーさんいきますか。あ、まあ、おー、オラフ君、いや、僕か、ごめんなさい、なんか言えばよかった。どっちかっていうとエレージーさんな気はしたけど、まあまあ、いや、今日は素晴らしいね、オラフ君。まあ、確実に釣れるんで。もうボタンなのについたら、慎太郎さんはね、もうボタン押せないんで、緊急行きます。いや、素晴らしい。マジ悔しい。いやー、オラフ君とスナパイさん、いうことですね。いやー、あのね、最終弁明の LG さんも最高だったよ。いや、ありがとうございます。もうちょい言えばよかったな。いい反論でしたね。ね、コミュニケーションの下りとかそうだったの、ちゃんと整理ができてた。最初のキルを持ち出したのも偉いし、ありがとうございます。素晴らしい、いい試合だったな。いやー、ナイスでした、ナイスでした。藤宮さん、すんません。いやー、いやー、いいキルですけどね、最後もね。いやー、もう僕がちょうどいるところで、まあ、アベリージさんと離れるべきだったんですよね、あそこ言うなら。多分殺したい、殺したい人を、殺したくない人と一緒に殺してるから、そう、ちょうどいましたね、うん、めちゃくちゃいい気です。できれば僕が噛まれる側でいたかったんですけど、ちょっとそれもうまくいかず。阿部さんに質問があって、はい、エレクトリカルで2死体ですか。いや、センタさんはシールドで死んでます。ああ、こっちまで抜けてる、そう、抜けてるんですよね。だからすごい、最終目撃が実はゲインさんで、そのゲインさんもやられてるから、あー、センターさんの情報を出せばだいたい詰めれるかなと思った。センターさんも綺麗にいなくなってたので、だいぶ村厳しかったんじゃないかなと思って見てたんですけど、よかったです。煙突使った後にスナパイさんに見られちゃったのかな、痛かったな。ヘッドメイク、なるほど、そこは合ってたのかな。
でしかもリアクターになってたっていうのちょっとあそうです、ね、あやふやな証言あれと思って停電じゃなくてシンプルな間違い。あそこの4さんもギリギリでしたからね、うん、釣れたそうですね。皆さんよく釣りましたね。うん、てかやっぱ当たってんのよみんな。僕、うん、ボタン考察マジで 100% 当たるから信じてくれ。確かに最初のアベレージさんの確かにその通り毎回当たってんだよな。アベレージさん疑われるめちゃくちゃ内心冷やしました。アベレージさん今日って結局誰だったの。慎太郎入れてますね。あーもう一人俺僕入れてないです。僕が入れたのはなんかアベレージさんがボタンを押してはい俺しろって言ったのがムカついて投票したの。慎太郎さんなんでですか。ちょっとひどいっすよ。ちょっと勘弁してくださいよ。ちょっともう面白いな。いい試合でしたね。いや正直あそこで反応なかったらちょっと黒かオレンジかめっちゃ迷いましたね。いやあそこ完全にいい反論だったっす。パッションに負けました。モラフ君に合わせてよかったわ。話すべきいやマジでギギアめっちゃ悩みました。どっちしようかなと。なんかもう先端さんのキルの時に怪しい位置に過ぎたからどこで反応しなきゃいけないかなと思ってめっちゃ頑張ってました。もういや本当やべえ優先順位つけれてたんでその最初の話を持ってくればだいぶね、最初もアベレージさんがちょっと黒くなっちゃったのかな。いやいやでも逆にあれ結局なんか誰か分かんなかったんでいいと思います、うん、あれ真横さんキルはどっちだったの。藤宮さんアベレージさん藤宮さんです。ずっとローワーの弁当で待機してたんですけど慎太郎さんがちょこちょこ真横さんの安否を確認しに来ててあいや弁当から出てきたのが見えたんであ誰だろうって思って見に行ったら殺されました。でも本当にあれだったんですね。なんかそんなことあると思って慎太郎さんがね一瞬ストレージ行ってる間にリレクトリカル入る。そんなことあると思ったら本当にそんなことになってたんですね。ありましたね。すごい慎太郎さん目線は本当のことしか言ってないけど。いやでも正直あんま覚えてなかったから違ったかもしれないもしかしたら。なんてこと。停電してたね。ただね慎太郎くんには殺されなかった考察がまあまあ有効だということが分かりましたよ。確かに。ロワレあこれ死んだなって思ったんだけど。ちなみに浅いけど過去何回かありましたね。慎太郎さん殺されなかったからしろってインポスターに言ったこと。いや俺あんまなあこの精査はあんまりしない気がするけど。いやしたかもしれない。それも多分記憶あやふや。自分に都合のいい記憶しか覚えてないから。わかる。今度からやめます。この精査しもう引退します。かっこいい。なんかインポスターの心理をちょっと考えなんかもうちょっと心理を入れてもいいかもしれないですね、うん、合理的じゃなくてなんかインポスター心理だったら怖いでそれこそエレジさんが言ってたあの、はい、キルがバレたらやばいからっていう結構ありえるんで、うん、難しい。なんかこのゲーム人狼とはまた違ってなんか心理も考えなきゃいけないかな。僕は結構使うなそれ。相手の立場に立って考えちゃう。そう、まあ、不毛っちゃ不毛なんですけどね。逆のことも言えるから。そうそうそう。スパクに過ぎないケースもあるからね。うん。強い要素ではあります。